やるべきことはやったかなと思ってますね。この試合のその3ラウンド通して彼のゲームではなかった気がします。ジャッジ大山青斉藤一人目斉藤青斉藤ジャッジ片岡さん、はい、いかがでしょうか。いや、もうね、なんて言っていいんだろうね、今。そうですね、もう全身鳥肌立ってね、あまりにもやっぱりこう魂の勝利でしょう。さあ、行きましょう。僕の勝利を信じて会場まで来てみる皆様、本当にありがとうございます。またこのリングで戦い続ければ出会うかもしれませんので、その時またお願いします。本当に変わらずに いつも応援していただいた皆様、本当にありがとうございます。会場の方たちが結構泣いてる人が多かったんです。それが目に入って結構こらえてたんですけど、なんかもらい泣きもありましたね。マジか。1ラウンド取られたけど、いやでもトータルショック取られた。まあ、行けなかったね。お疲れ。しょうがない、しょうがない。カットまあでも、レフリーが3人ともやってるってことはそれですよね。2回ダウンじゃなかった。テイクいってみます。こっちから。あ、そうね。なんか次がテイクよかったな。どんな作戦でいこうと思ってましたか。またやるかもしれないけど。そうそう、またやるかもしれないんで。いやでも斉藤選手が強かったさ、本当にすごい対策立ててきたなっていう感じがしたね。何せ燃えてたんで兄貴は負けて、ここからまたえげつなく強くなると思うんで、それがすごい楽しみですね。はい、そういう時の朝倉未来さん強いですか。絶対強いですよ。久々に負けて、うん、なんかちょっとモチベーションが上がるね。なんか格闘技楽しいな、やっぱこれだからやめられなくなっちゃうんですよね。いつぶりぐらいですか、それをこう思うの。いや、なんかほんと久しぶりっすね。見とけよって感じです、もうすでに。次ちょっと早くやりたいです。今の、症状ですか、はい、鼻は尾骨骨折ということで全治2ヶ月ということで、対人練習はちょっと今年年内は厳しいかなと思ってます。今ミクルにはどんな気持ちですか。まあ、彼がいてこの試合っていうのは僕自身一番よく承知してるというか、はい、彼サイドにその主導権があったはずなんで、いい試合できたし、僕はありがとうございますというか、そういう気持ちはありますね。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。勝ちました。ありがとうございます。こんな顔になりましたけど勝ったから何でもいいです。ありがとうございます。シュート関係者の方たちからはおめでとうございますじゃなくてありがとうございますっていう意味で言われますね。こういうコロナのね、状況がだんだん緩和されてきて、外国人もよくいるようになってくると、そこも楽しみだなっていうのはありますか。まあ正直なとこ楽しみではないですが、強いんで本当に。でもそこは避けてはいけないとは思っていて、そこに立ち向かわないといけないと思いますし、もうそれがプロの格闘家じゃないかなと思いますね。はい、僕が思う。